皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。今回やっていくのは、はい、お待たせしました。だいぶね、シンナーが出てからもね、時間が経ったというわけなので、やっていきたいと思います。中型進撃ランキングトップ10プラスアルファやっていきたいと思います。というわけでね、やっていくんですが、今回ですね、まあ、トップ10プラスアルファとした理由に、まあ、なんか強いキャラだけをわーって集めると、もう10、15、20って、まあ、いっぱい出てきちゃって、まあ、収集がつかないというわけなので、ランキングは10位に留めて、で、まあ、その他ねプラスアルファでここら辺も強いよみたいなキャラをねちょっと紹介できればいいかなと思います。はい、そしてですね、今回中型の進撃ランキングトップ10になってますが、この理由はですね、一つありまして、中型キャラすべて、オールしてランキングを作った場合、そもそもトップ10進撃しかいません。はい、なので迎撃キャラの、ね、紹介ができない、じゃあ迎撃はどれが強いのってなってしまう可能性が出てきたので、タイトルをですね、中型進撃ランキングに、しようと思います。はい、それではですね、早速第10位からやっていきましょう。第10位はですね、こちらです。ジャイアントパンダ。はい、まあ安定ですね。まあ環境トップって言われている悟空に対してもアンチを持っていて、でヌボボ以外の足キャラを全部ね完封できて、かつですね、まあ、ヌボボも別に、そんな不得意ではないと、まあ、得意なわけでもないですけど不得意ではないと普通にやりますと、さらに、まあなんなら神羅の着地硬直後とか狙ってね潰して、やりきっちゃうとかもできるし、まあ、とにかく、このキャラは叩き潰しが、効かないキャラっていうのが少ないんですよ。で、効かないキャラっていうの自体が、まあ、そもそもあまり出てこない、効かない、効きづらいキャラがほぼ出てこないんですよ。そもそもなんだろう、もう引いとけば何かしらにアンチ持ってるよねみたいなレベルで、すごい安定感があるキャラ。へえ、このキャラはね、正直毎回引いても嬉しいです。で、このキャラなんですけど、今回ですね、別に阿弥さんのランキングとかではないんで、中型のね、普通に裏引きの性能って考えていただければいいかなと思うんですけど、まあ、だとしても、まあ、ディーゼロとかね、ニジバッチとかすごい強力なんで、もし可能であるならば、取得したいんじゃないかなと。まあ、取得した方がいいのではないかなと。てか、取得した方がいいです。はい。まあ、もちろんね、なくても強いですけど。はい、それではね、続いてやっていきます。続いてはですね、第9位いきます。第9位は、こちらでございます。リューマ同士ブルード。はい、まあ安定で強いです。かなり強いと思います。ただ強いんですが、前ほどのね脅威はないかなと思います。まあ、それでもランキングトップ10に入ってるわけですからね。パンダめちゃめちゃ強いってみんな思うと思うんですよ。そのパンダよりも上にいるって考えれば、まあ、どれだけ強いかっていうのはね、まあ、伝わるかなとは思うんですけど、まあ、昔みたいなね圧倒的一強みたいな感じではないです。はい、ただね、相変わらずのねデコになったりひらめげん状態異常を回避できる泡は健在していて、スキルの火力もね結局高い。まあ、スキルの当たり判定がね、ちっちゃくなっちゃったのだけはちょっと気になりますが、まあ、それ以外は全く問題なしと。もう火力がある。支援火力。しかも、なんなら、困ったら壁として使うこともできるというわけですね。まあ、超万能かなと思います。リーマ同士ブルード。まあ、おそらくなんですけど、5月の後半かな、まあ、中盤以降に、まあ、こいつ復刻来るんじゃないかなって思ってます。というのも、6月の頭に おそらくね、新しい転生シリーズのキャラが来ると思うんですよ。新しいのが。だとすると、まあ、レイドラがこの前復興来たじゃないですか。じゃあブルードも来ないとおかしいよねっていう部分で、まあ5月末までにブルードの復興来るんじゃないかなとは思ってます。まあおすすめですよ、めちゃめちゃ強いんで。はい、続いていきます。続いてはですね、第8位、この前下放されましたね。下放されてもまだまだ強いと思います。こちらですね、東京卍會。はい、このキャラもですね、相変わらず強いです。性能がっつり下げられました。攻撃力だったかな、めちゃ下がって、あと阿弥さんの HP アップが削除かな、下がったと思うんですけど、まあ、それでも強いです。まあ、基本的に使い方は2体らしいですね。大型戦とかで場合によったらね、3体出したりとか終盤4体、ね、出してね流したりとかすることあると思いますけど、基本的には2体出し、2体出しするだけでね、大体の中型倒せます。苦手なキャラじゃなければ。かつね、砦を削る速度もすごい速くて、一瞬でね砦全開にしてくれるんで、もうかなり熱いキャラです。はい、攻め手としても優秀、火力としても優秀。なんなら、相手のね、火力がないキャラに対しては一体出しして、一体ずつ使ったりとか、まあ、ちまちま切って、相手にキャラを使わせるっていう手段も可能。ニコスで6体。はい。もうかなりね、強いキャラだ。強いキャラ。まあ、今回そもそも中型進撃ランキングなんで、強いキャラしか紹介されないんですけど、まあ、すごい熱いキャラなんで、はい。まあ、ただこのキャラもね、コラボキャラなんで、まあ、持ってない方はいらっしゃると思います。まあ、以前ね、まあ、結構近い時にコラボしたんですけど、まあ、またね、いつか復興が来ると思います。その時にね、まあ、今持ってない方はね、ぜひゲットできるといいんじゃないかなと思ってます。はい。それではね、続いていきましょう。続いてはですね、第7位やっていきます。第7位はですね、なんとね、初期の方にいたキャラですね。
デビルでございます。大出世ですね。このキャラね、本当に強い。こいつやばいんですよ。最近ね、あまりにも強すぎてちょみんなびっくりしてると思う。このキャラマジね、リーダーはまあさすがにアンチ引かれちゃうと思うんだけど、サブでもいいぐらい強いんですよね。で、なんだろう、最近の評価としては、まあ、まずこのキャラが一時期きつかった時代っていうのが、まあ、即死が入らないパワードが流行っている、即死が入らない魔導が流行っているみたいな環境はすごいきつかったんですよ。ただそれ以外の敵はもうボコボコにできちゃうんですよね。大型だってね、運良ければ即死するし、中型バンバン即死入れるし、そもそもね、このフィジカルがやばい、耐久値やばい、3コスト出しやすい、5体も召喚できる、普通にやばいですね。で、D0 が欲しいです。もちろんね、金バッチ、虹バッチもあったら嬉しいですよ。でも何よりも D0 が欲しい。理由がですね、この死神のガマ11で、まあ、威力上昇も嬉しいんですけど、発動後の再使用できるまでの時間が短縮。これによってですね、連発でスキルが打てるんですよ。これマジで強いんで、はい。できれば D0 が欲しいと思ってます。まあ、なくてもそこそこ頑張れますけど、やっぱあった方がいいですね。はい。このキャラは今もう7位のレベル。なんならもっと上に上げてもいいかなとか思っちゃったりするぐらい、強いキャラです。はい。それでは続いていきます。第6位。第6位はですね、まあ、新キャラって言っていいのかなって感じのポジションのキャラ。チビグリ。まあ、1年前のキャラかな。チビグリって言うと。はい。チビグリですね。まあ、このキャラも相変わらずですね、強すぎたゆえに何度も下放され、何度も下放され、何度も下放されましたが、未だに強いといった感じのキャラでございます。まあ、やっぱこのキャラのサボテン、まあ、後ろに置かれて、どう壊すのと。大砲を打たなきゃならないのと、スキルのクールタイム短すぎだろうと、まあいろいろあると思いますけど、それでいてね、このキャラね、3コス3体ではなく4体召喚できるっていうね、すごい万能な支援キャラです。なんなら大型もね、たまに勝っちゃうんですよ。もう結構やばいと思います、やってること。まああとはしかも鳥のね、貼るね、壁になるサボテン、ガードできるね、シールドサボテン、あれもやばいですよね。あれね、タイミング間違えなければね、鳥の前に剣士とか置かなくても相手のね、中型とか剣士とか全部破壊してくれたりとかするし、すごい万能ですね。はい。正直支援キャラでチビグリ優先枠に入れてない人いるって感じですね。それぐらい安定感だと思います。はい。それでは続いていきます。続いて第5位いきましょう。第5位はこちら、チビグリを常に抜きましたチビピクでございます。で、隙間空いてるのは激レアが足りてないからです。まあ、いっぱい引いたんですけど当たりませんでした。はい。でこのキャラもですね、すごく強い。このキャラは他の対空キャラいらなくねで言わせてしまう性能をしてます。まあ、もちろんコロボックルとかエルフとか、まあ、もちろんアーチャー魔法もね、ちゃんと強いんですよ。強いんですけど、チビピクでよくないってなってしまう。なぜかっていうと、まずチビピクが対空性能がすごい優秀なだけではなく、砦で削れるんですよ。でかつ大型狩れるんですよ。火力があるんですよね。まあ、もちろん瞬間火力ではなくてスキルね、打ち切らないといけないから、ちょっと火力出すまで時間かかってはしまうんですが、やられる前に最低限の火力を出してくれるんですよ。すごく優秀です。でコストが高い順にね、このピクシーダンス妖精飛ぶんで、大型優先的に投げるってところで、他の対空キャラと違うところで言えば、大型にダメージ与えたいわけじゃないって、後ろにいるドラゴンライダーにダメージ与えたいんだとか思ってもいかないことはあるんですけど、まあだとしても使いやすいっていうところ、まあ、使い道が多いところの方が、まあ、勝っちゃうかなっていうところ。あとは例えばなんですけど、このキャラってじゃあブラガとか、まあ、ブルガとか、まあ、何でもいいんですけど、そういう感じの支援大型を流した時に、まあ、リリスとかでもいいんですけど、ケツ当てで重ねると大型枯れちゃうんですよ。それもやばいと思います。はい。大型枯れちゃうんですよ、こいつだけで。まあ、チビグリとかでたまに大型もね、なんかめちゃめちゃ削ってんじゃんってことあると思うんですけど、それって結局相手がスキル打ってるか打たないかとかいろいろあるじゃないですか。でもこのキャラは引っ張ってケツ当て可能なキャラであれば、重ねるだけで大型枯れます。まあ、ただ大型の体力次第ですけどね。体力がマックスであるならば2体だとスキル発動次第では怪しいかもしれない。チビピクのスキル発動次第では、あ、3体ならいけます。で体力がねちょっと削れてるやつだったら2体重ねでいけます。まあ、それぐらいこいつの火力は高いです。スキル打ち切るだけで大型の体力 25% から 30% ぐらい削るんじゃないかな。まあ、普通にかなりエグいっすね。で重ねればね、スキルね普通に1回じゃなくて2回とか打つんで、1体あたりがね重なってるキャラは。はい。なので、重ねにいったキャラですね。はい。まあ、かなり強くて、かつ対空も全然メインでできちゃうキャラなんで、ドラゴンライダーきちいなーって、バルキリーきちいなーとか、いや、あるしね、いっぱいあると思うんですけど、もうチビピク引ければいいや、まあエルフじゃなくてこっちでよくない、鳥でも削れるしってなってしまう。そんなの評価、まあ、かなり強いと思います。俺このキャラもずっと優先枠にしてます。もうすごく安定です。一時期弱い時期あったんですけどね、強化されてからはもうずっと優先枠ですね。マジで強い。はい。それでは第4位いきます。
第4位は旬ですね、新落坂部。はい、かなり強いと思いますよ。このキャラもすごく安定感あります。もうソロもね強いんですけど、マルチがぶっ壊れすぎてますね。まあ、ただソロもかなり強いと思います。あとソロに関しては評価として難しいところで言うならば、あのシンラの対策、シンラを対策できるキャラを引いてる上手い人が対面シンラすれば止めれると思うんですよ。ただ全員が全員そうではないし、必ず止めれるキャラを引けるわけではない。はい、要はなんて言えばいいんだろうな、まあなんか理論値で語るならば、まあ、シンラ強いけど別に止めれるよねっていうのが理論値。ただそんな上手いこともない、止めれるキャラがいないパターン、状況的にシンラを止めてる余裕がないとき、まあ、あとは単純にね、あの対シンラが得意でない人、まあいろいろいると思うんですよ。そういうのを総合するとちょっとあまりね好まれる性能ではない、万人受けする性能ではない。使ってる側はいいと思うけど、使われてる側はやっぱ使いやすいのが強かったりとか、あの対処しやすいキャラは弱かったりとか、そういう考え方が大事なんですよね、誰にでもっていう部分で。対処ちょっとしづらい方のキャラなんで、そう考えるとやっぱ評価上がっちゃうのかなっていうところ。であとはソロは3体だからまだいいんですけど、マルチになると6対9体じゃないですか。あ、もう無理っすね、そこまでこのキャラを止めれるキャラいません。はい、多すぎて止められないっすって感じですね。しかもマルチの場合って総コスト、あのそれぞれのね、総コストは、あ、まあ、同じかもしれないけど、それぞれのコストが少ないじゃないですか。あの各ねプレイヤーのね保有量が少ないんで対処できないんですよ。まずスキル打たして硬直でっていう、そのスキル打たしてができないんですよ。しかもマルチキャラいっぱいいるから、まとめてね大ダメージ一気に食らっちゃうっていうところもあったりとかして、はい、このキャラは超強いと思います。皆さんご存知だと思いますけどね、マジで強いです。はい、それではですね、続いていきましょう。ここから第3位いきます。ここね迷ったんですよね、3位2位1位はマジで迷いました。それでは第3位、龍剣士レイドラ。はい、マジで安定です、超安定。このキャラをとりあえず、まあ引いておけば困らない、なんとかなっちゃう。ドローも狙える、火力も出せる、勝ちにもいける、もう素晴らしいと思います。ぶっちゃけこのキャラはあの性能として完成されすぎていて、もう言うことないかなって思ってる、まあ、弱体化されたらしゃあないかなって思うけど、なんか弱体化しなくてもいい感じの超強キャラ、もう超強キャラなんだけど、まあ別に弱体化しなくてもいいんじゃないかな、そういうポジションでいいんじゃねみたいなぐらい完成されてるキャラですね。はい、まあ、もちろん環境によってね、性能というか、まあ、評価はね左右される可能性はありますが、もっとね上に上がってしまうかもしれないし、もうちょっと落ち着くかもしれないしって感じはあるんですけど、とにかく強い。だってこのキャラ引いて、うわレイドラ引いちゃったマジかってなること絶対になくないですか。そんなキャラいないですよ。そうそう、はうわハーピーリーダーかビトが引いちゃった、うわパンダリーダーか悟空引いちゃったとかあると思うんですよね。うわカニリーダーか草壁引いちゃった、シンラ引いちゃったよみたいなあると思うんですよ。じゃあレイドラは、うわプリキャリーダーか、プリキャリーダーなんですよねレイドラ、プリキャリーダーかレイドラ引いちゃったってならないんですよ。プリキャリーダーか、あまあ別にいいか、レイドラ無敵時間あるしプリキャ以外見ればいいやみたいな感じになるんですよ。それぐらい超万能なキャラなんですよね。なのでこいつ1位にするか2位にするか、まあ、3位にするか迷ったんですよ。迷った結果、まあ、今回は3位にしました。はい、まあここはもうなんか順位どう動いても正直どこでも納得できそう、そんな感じがします。はい、続いていきます。第2位はこちら、悟空ですね。はい、悟空さん、まあこのキャラもだいぶ壊れてますよね。もちろん止めれるキャラがいれば止めれるんでしょうね。ただ止めれるキャラがいなかった時、もうどうしようもないです。止める手段がない、止めれるキャラがいなかったらもう負け濃厚みたいな感じ。止めれるキャラがいない時、大型を無理やり切らなきゃいけない、でもその大型は半分以上削られてしまう、その後また悟空2体いる、無理っすね。もちろんね、あの先ほど話したようにパンダ引ければ悟空は見れます。はい、破天荒する前にビートル当てれれば、まあ、破天荒した後でも、まあ、大丈夫なんですけど、あのビートル当てれれば、まあ、簡単に枯れますとか、まあいろいろあります。支援キャラでね、一方的に投げるとかいろいろあるんですよ。それらがいれば、いなかった時っすよね。ちょっとね火力が高すぎる、マジで高い、異常なんですよ。で攻撃速度も速すぎる、城前までねたどり着いてしまうと、あの攻撃速度速すぎて、あの剣士ポチポチの城前残り30秒以下のね、あの3秒に近い服間に合わないんですよ。他のキャラは間に合うんですよ。
ただラビットのブチギレ中と悟空の破天荒マックス状態は間に合わないんですよ、早すぎてってぐらい悟空は強いです。こいつはねだいぶやばい。なぜか放されないのかちょっとわからない。でもこのキャラってなんでこんな強いかっていうと、一回だけ強化されてるんですよ。出たばっかの時悟空あんま強くなくねって言われて、そっから一回だけ強化されて、その一回の強化でぶち壊れたんですよ。内容がスキル発動率アップ、これだけで壊れたんですよね。そんな変わるみたいな、何パー上がったのか分かんないけど、まあ、それぐらいね安定感がね半端なく変わったっていうキャラなんで、やっぱ確率って偉大なのかなっていう、すごいなんかちょっといじるだけでとんでもないものになっちゃうのかなっていうのを思わされる、そんな感じでした。まあとにかくめちゃくちゃ強いですね。フィニッシャーが欲しい、火力が欲しい、もう砦間の争いでめちゃくちゃにしたい、悟空持ってれば大丈夫です、何でもしてくれます。このキャラはもうザ暴力です。はい、それではラストでいきましょう。ラストって言ってもこの後ねプラスアルファもあるんですけど、ラストでいきます。ビートルガールです。第1位はビートルガールでございます。ビートルガール下の方ですね。はい、というわけでビートルガールでございます。ありがとうございました。まあここまでね話ではね、まあ、1位はね予想できたと思います。ビートルガールでございます。まあいろんなね、キャラがいる中どれをね1位にしようかなと、まあ、迷った結果、まあとりあえずビートルガールでいいかなって話になりました。まあビートルガールでいいかなって思った理由のうちの一つ、まあ無敵時間は別にあってもなくてもそこまで変わらないんですけど、まあ、このキャラね、まあ、まず普通にスキル発動率が結構高い方なんですよね。でかつスキル打ってる最中平気で相手のキャラをね1枚ではなく2枚抜きないし場合によっては3枚抜きしてくるんですよ。大型も半端なく削るんですよ。でこのキャラタイマン負けないんですよ。でなんなら真剣勝負をうまく発動できると相手のサムライビートルのスキルもね避けれちゃうんですよ、まあ、もちろんね確定ではなくても避けれちゃうんですよ。そこら辺もね全部込み込みで考えるともうかなり強いですね。なんかもうフィジカル鬼って感じ、もうとにかく強い、殴り合いがやばい。でまあ苦手なキャラといえば先ほど言ったハーピーと、あとはね支援キャラ、範囲外から殴ってくるキャラは苦手なんですけど、まあそれって他のキャラも同じ話なんで、はい、もう殴り合いに関してはこのキャラをもうね向き合ったら無理じゃねって感じ。困ったらとりあえず困ったらレイドラって言葉ありますけど、困ったらビートルガールだったらその後もやっちゃうよねみたいな。レードラ困った時に出して1枚抜いても2枚目抜けないですよね、当たり前ですけど。ビートルガール2枚目抜くんですよ。じゃあまあビートルガールでいいんじゃないってなりました。まあ、レードラでいいところで言えば、まあ、召喚時のダメージのおかげでそれだけで倒せることがあること、とっさにね剣士吹き飛ばしたいとかいう時にビートルガールも一応無敵時間あるんで抑えられるんですけど、ビートルガール出しました、スキル打つ前に一騎打ちでカーンって弾かれたりとかして、まあ、剣士に取られてとか絶対あるんですよ。でもレードラはそれがない、召喚した瞬間にボーンって破壊するみたいなところはいいところではあるんですけど、そこだけをね、そこだけで、それを抜けば、まあ、ビートルガールの方が近距離は強いよねっていう感じですね。はい。まあ、結果、このキャラを1位にしました。それではですね、まあ、ここまでね、10位から1位の発表しましたが、最後にですね、パパッとね、5キャラほどプラスアルファ紹介したいと思います。まあ、今回ね、ランキングには入れなかったけど、普通に強いと思ってるよっていうキャラですね。まあ、他にも強いと思ってるキャラはいるんですけど、まあ、ちょっと、キリがないんで、5キャラ、まとめました。まずですね、コラボキャラですね。コラボキャラで5キャラ、1キャラ目は、あゆ、浦飯ゆうすけですね。はい、このキャラもすごい強いと思います。火力にもなり、砦の削りもすごい万能、めちゃくちゃ強いキャラかなと思います。ランキングをね、トップ15にするならばね、入れてもいいんじゃないかなと思ってました。はい、大型戦で重ねるだけでもすんごい火力出しますし、まあ、なんだろう、このキャラの優先枠から外すことはほぼないかなって感じ。まあ、ただこのキャラもコラボなんで、前回のね、再コラボの時にも手に入らなかった方、は、まあ、持ってないかもしれませんが、まあ、かなり安定感あるキャラかなと思います。まあ、デビルに注意。はい、続いていきます。続いてはですね、シャーマーキンコラボの朝倉陽ですね。このキャラもかなり強いです。オーバーソウル、このキャラはですね、スキルオーバーソウルはですね、まあ、スキルは真剣ぶった切りか。このオーバーソウルっていうのは、自分の、残っている体力に比例して、仮のね、体力がね、形成されます。残っている体力が多ければ多いほど、オーバーソウルによる耐久値がめちゃめちゃ増えます。なので、元のね、本来のヘルスを削られない限りは、もうオーバーソウルっていうシールドは、もうひたすら一生マックス状態で何度も復活するって感じですね。相手に行動をね、無理やり強要させることができる。まあ、かなりね、タンク型の、まあ、かなり持続的な、そんなね、進撃キャラかなと思います。砦を削るのもすごい優秀だし、タイマー性能もね、そんなに悪くないし、まあ、火力はね、ぼちぼちかなと思います。まあ、すごい使いやすいキャラで、まあ、初心者にもおすすめのタイプかなとは思いますね。はい。続いていきましょう。パワードスーツ。まあ、万能ですね。ザ万能。まあ、砦前を見るもよし、流してもよし、火力としてね、使うもよし。まあ、何をやっても悪くないですね。
パワードスーツが得られたとの、まあ、砲撃形態も、まあ、火力もあってすごく強いと。まあ、前と比べて砲撃形態がね、体力減るの早くなってね、すぐやられてしまうっていうのはあるんですけど、まあ、それであってもね、砲撃形態を破壊しなければならないっていう部分。破壊しなければね、一生ね、とんでもない火力でね、砲撃形態を襲いかかってくるんで、はい、普通にまだ安定感あるかなと思います。まあ、最近のね、神羅環境の中で、まあ、神羅パードがやばいとかいう話もしましたけど、まあ、それぐらいね、そういうのにね、ちゃんと選ばれるぐらいにはやばいと思います。まあ、これはでも、神羅とか関係なくパードを流すだけで強いから、結局なんか、そこで噛み合っちゃってるんだよねっていうところではあるんですけど、はい、続いていきます。続いてはですね、サンコスの二体召喚プリンセスでございます。はい、このキャラもかなり強いと思います。旗印ね、まあ、噛み合えばっていうところはあるんでしょうけど、まあ、そもそもね、噛み合う噛み合わない別として、このキャラタイマン性能はすごい高いんですよ。まあ、耐久値はこのステータスを見れば分かると思うんですけど、まあ、そもそもフィジカルはモンスター、まあ、その代わり二体召喚といった感じで、うまくね処理されてしまうと、まあ、簡単にスッスッといなくなってしまうんですけど、ただまあスキルの旗印、これが噛み合うとそうも言ってられないと。過去が入ったキャラはね、もうガチガチに硬くなって、正直突破不可能。大型に過去入ったら大型戦絶対負けますと。そういうレベルでかなりやばいキャラですね。あまりにも強すぎてね、何度も下放されたんですよ。何度も下放されたんですけど、それでも強いと。いった感じですね。はい。今でも、ソロ優先枠にしてます。それぐらい、結構熱いキャラかなと思ってます。まあ、キャラ数だけどうしても2体しかいないんで、そこだけ注意して、固定するキャラ次第では優先枠外にしてもいいとは思うんですけどね。手札少ねえなってなっちゃうと、いやビートル引かれるだけでプリンセス持ってかれて、うわもうキャラいないわってなるとちょっと困る。まあそうならなければ普通に安定感あり、旗もね刺さったらキャラ置けばいいだけだから。はい、それではね最後いきます。5キャラ目はですね、ニコスキャラですね。ニコスキャラのシマリスくんですね。くんなのかシマリスちゃんなのか分かんないです。多分シマリスくんじゃないですか。多分オスっすよね、この顔。オスの顔してる。はい、まあ、耐久値がめちゃめちゃ高くて、ニコス5体ですね。で、かなり下放されたんですよ、このキャラも。あ、まあ、ずっと強すぎたんで、だとしても強いですね。まあ、回復性能としてはかなり下がってしまったんですけど、まず状態異常を回復できるっていうところで優秀だし、中型の回復に関しては、全然普通にある程度回復するし、そもそもスキル結構打ってくれるし、一番強いのはこいつのスキル火力ですね。あとは耐久値と、まあ、ニコス5体っていう部分、これがねすごい強い部分なんで、壁としても機能しちゃうっていうね、そこら辺も全部込み込みで考えて、まあ、かなりね、いいんじゃないかなと思ってます。今回ね、まあ、10位以内には入れなかったんですけど、まあ、別に入れてもおかしくないですよ、この辺。今回のこのその他ってキャラたちは10位に組み込んでも、まあね、全然おかしくないかなって思ってるキャラたちなんですけど、今回ね、まあ、10位はもうこれって結局決めたんで、じゃあ紹介したいけど15位って紹介したくないから、その他でプラスアルファで紹介しようって感じで選んだ5キャラですね。はい、中型進撃ランキング、トップ10になりました。というわけで皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。参考になれば幸いです。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それではお疲れ様です。